横川時助は大正昭和時代の実業家。株式会社横川橋梁製作所株式会社横川電気製作所代表取締役社長。日本を代表する建築家として知られた横川グループ創業者横川民助の長男。横川民助の長男として東京に生まれる。母は東京女子学園創立者。 田橋彩子の娘下体だ。旧正中学校を卒業すると、父の意向により渡米し、コーネル大学建築科を卒業し、帰国後、父が創業した横川公務所に入所。その後、1938年には株式会社、横川協梁製作所代表取締役社長に就任。1940年には株式会社、 横川電気製作所代表取締役社長に就任し、父の事業の後継者となる。戦時下の軍事増大で異常な発展した横川電気製作所は廃線により会社の存続が困難となる中、1947年、同社の再建に専念するため横川協梁製作所の社長を辞任。横川電気製作所は戦後、 工業系機戦業メーカー作用手となって再建を果たし、1960年に会長となり、1966年には相談役に退いた。横川協梁製作所には、1950年に再び代表取締役社長に就任。横川グループの発展に貢献した。ありがとうございます。